はい、皆さんどうもこんにちは、チークです。今回もですね、ドラゴンクエスト4の実況やっていこうと思います。前回ね、天空の鎧をメダル王様の北の洞窟でなんか思ったよりサクッと取れちゃったんで、もうやることなくなったんですけど、リバーサイドに来て、まあ学者がガスちょうだいって言ってきたんで、そのガスを探すのと、あと無事平行でこの村の南側になんかあるよって、像があるよって言ったんで、そっち向いていく。で、これ確か右に行ったらいいんですけど、ここはなんかあったかな。これより南に進むと魔人像、この釣り場が見つかってしまうとも、どうか内緒にしてくだされ。まあ別に、そういうこと、そういうことね。ここはいいわ。じゃあ、南の魔人像に行こうかな。これか、あれ、あそこがなんか祠はあるね。あの祠は何？ここはワープゾーンか。どこに繋がっとんやん。ここが、なんかここ来たな。スレッタのお城。で、これが、お城？何のお城？あ、はぁはぁはぁ、なるほどね。ここメダル王の城なんか。じゃあ、あんまり意味ないね、ここのワープゾーンは。で、こっちが近く剣、左に戻って、さっきの、魔人像に行こうかな。あれが多分魔人像よね、確か。南のなんかそびえ立ってるっぽいの。ここが魔人像。お家があって神父様がおるよと。ん？神は自らの涙をその手に受け止めると言われています。どうぞお気をつけていかれますように。涙をそのまま手に受け取る？なるほどね。はい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 。わかったわかった。これが洞窟内ね、多分一応。探索しながら行くしかない。トヘロスって洞窟でも効くんかな？効かんのかな？ちょっと強いか。そんなことないかな？大丈夫か？いや、てかね。ちょっと待って。そうか。これダメやな。逃げよう。天空の剣があったら、凍てつく波動の効果を持っとんで、あんまり関係ないんですけど、今、ルカニをね、できるキャラが、ブライと、誰やったっけ？マーニャしかおらんのんで、あんまりね、呪文キャラ、好かんのんですよ、僕自身が。結構、脳筋でガンガン殴るのが好きなんで、もともと。よっぽどのことがない限り呪文キャラは入れるつもりはないんですよね。ボス戦とか以外では。もうこのスカラで守備力上げられたらどうしようもないんで、もうこの場合はもう無視します。逃げます。で、宝箱がここにあるよと、小さなメダルか。武器が欲しいな、なんか強い武器が欲しい。で、階段がここにある。お、当たりか。こっちは宝箱。640。お金が結構ね、溜まってきたら1万2000とか。ジャイアントバット。めんどくさいな。逃げようかな。こいつスカラ唱えてくるもんね。普通にめんどくさい。無視しよう。ルカニがない剣。今、戦ってもあんまり。しかもこいつルカナ唱えてくるの。やば。守備力マスターやん。さあ、これで近場の階段を登っ
たら、こっちは何もないかな。ちょっと待てよ。こっちは何もないか。さっきのが正解か。ちょっとこのライドソルジャー嫌やな。ルカニがない限り倒せんもんね、これ。スクラで上げられたらもう。で、こっから迷路みたいになるんか。迷路嫌いやなぁ。ライノソルジャーを。いや、ライノソルジャーをまず倒せって。スカラ繋いでなよ。オッケー。これなら倒せる。アリーナ結構会心率上がってきてない？気のせい？俺だけかな？会心率上がるのは知っとんやけど、30ぐらいってどんぐらいなんやろ？会心率。大したことないんかな？でもなんか結構会心の一撃が増えてきる気がする。気持ち。まあ、キラーピアスでね、2回攻撃になっとる分、やっぱり2倍になるけん攻撃回数が。まあ、それは上がるっちゃ上がるんやけど、それにしても結構高くなってきたよね。いいね、もう主人公レベル高すぎて攻撃効かんなっとる、全然。勇者って結構なんかいいよね。専用装備があって、もうガッチガチやし、お金かからんし。で、宝箱がどこにある？よし、こっち正解ルートやな。で、こっちが、入り口が2つあるけど、階段も2つある。何これ？何が違う？右から入って、左も一緒か。左が外れか。左が外れで、あっちが正解っぽいけん、こっちに登るとなんかあるかな。うん、こっちが外れかな。外れやね。剣、ここに入って、ん？あ、こっちも外れか。裏側か。右後ろから入れってことか。なるへそ、なるへそ。あー、くそ、当たった。さあ、みんなで、ライノソルジャーをボコボコにしよう。まずこいつや。何よりも先にこいつ。すごいじゃーん。効かんじゃん、息。凍える吹雪になるとちょっと際どいけどね。いや、くそ。あ、まあ、いっか。ブリザードマンぐらいやったら効くやろ、攻撃。よし。で、裏側から入って、宝箱はないかな？こっちかな？あ、思ったより長いな、このダンジョン。右側が宝箱。ありゃ。こっちは前として。ミミックかー。久々に見たな、ミミック。初めてかな、ミミック来たの。ほうで。メラミ。あー、やっぱメラミ。おい。あのね、あの、ねだっけ、ミミックじゃなくて、何あれ、誰やったっけ、ミミックじゃなくて、人食い箱、3の人食い箱が、おー、焦った。魔人の金槌。これは使い道があんまりないじゃないこともないけど。魔人の金槌を取って、左が何にもなかったよね、確か。見た感じ、さっき。左は何にもないけど、右しか行けんけん。今度やっぱ左手から降りないかんのか。左
左手から降りると。これが多分酔ったなんか涙を手で受け止めるみたいなやつよね。目から出て手に落ちるってことかな、を多分あの神父さんは言いたかったんやと思う。で、この階段を上ると、ああ、はいはい、なんかあったな。そういやレバーがあります。引いてみますか。引きます。多分宝箱全部取ったよね、これ。取ったと思うんやけど、まあ取ってなかったら後で来たらいいか。レバーを引くと、この魔人像が動くとね、さっき開けた宝箱が何でか閉まって、めちゃくちゃ悲しそう、この魔人像。めちゃくちゃなんか切ないわ。ああ、これで対岸に渡れるっていうことね。ああ、そんな感じだったな、確か。うん。で、多分、これが多分降りるとこよね。こっから降りろってことよね、確か。降りるともう下なのか。あ、はいはい、あれ。これで、あの城に行けるってことね。あー、はいはいはい、分かったわ。何がしたかったか分かった。これ、あれやん、ピサロ先輩のお家じゃね、ヨネ確か。ここピサロパイセンのお家よね。ガオン、ガオン、ガオン。いいね。アリーナ強いね、やっぱり。主人公も強い、結構。ライアンはもちろん言わずもがな強いよね。やっぱ90ぐらい平均して3人がダメージ与えれるとだいぶいい感じになると思う。おーおー、めっちゃ呼ぶやん。え、こいつこんなに仲間呼んだっけ ?4 体も呼ぶ。いや、ちょっと待って、終わらんて。いや、待って、これ終わらんやん。仲間呼ぶなよ。よし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 。まあでもこれめちゃくちゃレベル上げいいね。俺するんやったら。ほら、3190やろ。これちょっと粘って遊び寄ったらレベルめっちゃ上がるんじゃない?もし詰まったらここでレベル上げしようかな。で、ここが魔族のお城なんですよ、確か。こいつはついてる。うまそうな人間だ。ああ、めんどくさいな。これ一匹ずつ戦うやつか。ちょっとめんどくさいな。飛ばそう。こいつらは戦わずに。魔物もね、生きとし生けるものですから。やっぱね、無駄な殺生はしないに越したことはない。と思うわけさ。これがアームライオン。あ。ごめん。そうなったらもう、ちょっと、やられる前にやるスタンスなんで、サクッと倒しまっせ。こっちは地下室があるよね。地下室っぽいのは。魔族もちゃんと生活しようやね、こうやって。あ、これも戦えるん。え、これマネマネじゃない?あ、これちょっと待って。誰かに変身するよね、これ。主人公。あ、こんな感じなんや。かわいい。えい、オッケー。強いな。全然強い。うん。あ、そういうことか。変化の杖か。ババアやないか。うん、ジジイやないか。これでモンスターになればいいってことね。お、のねえやないか。オッケー。これで、これがあると、あ、
ここは人間じゃないといかんのじゃない。よね、ここ多分人間じゃないといかんよね。おう、神よ、他の人はどうなっても構いません。何卒私の命だけをお救いください。最悪、最低かよ。星のかけら、ちょっとここは人間のままがいいけん。動き回って、人間に戻るのを待たないかんのかな。やっとここまで逃げてきたのに見つかってしまうなんて、変化のついで魔物に化けてるんだってびっくりした。これちょっと動いて人間に戻りたい。人間には人間の姿で話しかけんと、情報が得られんのよ、多分。この城に忍び込んでよく食べられずに出てこれたね。変化のついで魔物に化けていたんだろう。やっぱりそうか、そうだと思ったよ。で、さっきの性格クズ、クソ野郎妊婦じゃないわ。神父に話を聞きたい。他の人はどうなってもかも一緒。私の命だけはお救いください。うん、それは知らんけど。太らないように走ってダイエットしなきゃ。ああ、ここら辺はまた、あんまり関係ないんか。地は何があるん？こっちは特にないかな。階段登って。なんだと、ではエビルプリースト様、本当にデスピサロ様。今度ばかりは本気のやつで、デスピサロ様の一番大切なものを奪うために愚かな人間どもを利用するのだそうだ、ゲハ。この勢いではエビルプリースト様が我ら魔族の王となる日もいよいよ。うん、で、これがね、まあ、デスピサロも一応ラスボスの立ち位置ではあるんやけど、一応ね、まあ、ピサロも、まあ、かわいそうなやつっちゃかわいそうなやつなんですよ。まあ、同情する余地なんて1ミリもないんですけど、やっとることがもう最低なんで。見たことのない顔の新入りか。で、このエビルプリーストっていうのがデスピサロの配下で、で、デスピサロを利用しようとしよるな、なんか、裏切ろうとしよるわけよね。大昔、我ら魔族の帝王エスターク様は進化の究極を極めた、その存在に恐れをなした天空の神によって帝王様は地の底に封じ込められた。うん。出たね、エスターク名前が。こいつが、今復活しようとしよるらしい。で、それを、なんか手助けするのが、その、進化の秘宝っていうのを、なんか魔族が作り寄って、美味しそうな人間の匂いが、こういう中、牢屋から人間の匂いが流れてきたのかな。で、あとは、戻っちゃった。変化の杖で、魔物。もう、おっさんはいいって。もうねえ、もうええって。魔物。そう、オッケー。さっさと2階の会議室に行かぬか。あ、2階の会議室に行かないか。骸骨の場合、起こすんじゃねえよ、眠いんだから。ごめん。ミニデーモンかわいい。人間ってのは空も飛べないさ、全く哀れな生き物だと思わんか。もっとも昔は人間たちも気球ってやつで空を飛んでたらしいがな。我らがデスピサロ様の玉座である。最近デスピサロ様をこの座から追いやろうとする不埒な者がいるという噂だ。お前たちはそのような考えであるまいな。うん。それね、知っとんすよ、俺。誰か。デスピサロじゃない。エビルプリーストっていうやつらしいっすよ。あいつマジやばいんで。あいつやばいし、めっちゃ強いけん、最後。最後もキチガイぐらい強い。ここは何にもないんかな。で、さっきのところに戻っていったらいいんか、とりあえず。よしよし。おっと、喋ってしまいそうだ。で、ここが会議室よね、確か。
なんとか間に合ったみたいだな。ディスピソラ様が突然戻ってくるとは一体何があったのか。殺したはずの勇者が生きていたとは。勇者はあの時死んだはず。うん、それはね、シンシアちゃんのおかげなんで、本当あの子かわいそう。いいやつよね。ついに進化の披露が完成したのかもしれないな。俺の席の後ろだ。みんなの挨拶は自分の席でおとなしくしてろよ。椅子にじっと座ってたら、で、そのうちディスピソラ様やってくるだろう。で、ここで多分じっとしとかないかんですよ。これが動いたら話が進まずに、じっとしておくと勝手にイベントが進む、そう、こうやって進むはず。静粛にディスピソラ様がいらっしゃる頃だぞ。来たー。なんかいいやつというか、ほんとこいつは俺嫌いやわ。強いけどね。聞いてくれ諸君、たった今鉱山の町アッテムトで大変な事態が起こった。地獄の帝王エスタークが人間どもの手によって蘇ったらしい。どうやら人間どもは気づかぬうちに地獄の世界を掘り当ててしまったらしいのだ。とにかくアッテムトだ。エスターク帝王を何としても我が城にお迎えするんだ。さあ行くぞ諸君も急いでくれ。うんで、そのエスタークは昔のその魔族の王に君臨しとった存在らしいんですよ。で、それが進化の秘宝っていうのを使って究極の存在になってしまったかなろうとしたかのあれで、で、その神様に、まあ、封じ込められたよと。で、まあ、今のところその魔族の王はデスピサロが引き取って、で、再び魔族を、魔族の力で世界を魔族のものとせんためにデスピサロを筆頭に魔族が動き寄るよと。で、そのエスタークが蘇ってしまったんで、エスタークをなんとか仲間に引き入れたいっていうのが今のこの魔族の考え方なんですね、確か。剣、アッテムトに行きゃええんやけど、とりあえず今日はここの動画はこれで終わります。次はアッテムトに行って、エスターク帝王を、こっち側に引き込めんかなと思って、ちょっと交渉しに行こうと思います。うん。ということで、今回はここまでにします。この動画がいいなと思ったら、チャンネル登録、高評価、お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあね。